皮膚の余裕ですとか元の構造の硬さとかにもよるんですけど、効果高い方だとやっぱり2ミリぐらい高さを出すことができます。これ2ミリって結構大きくてね、これぐらい違います。これぐらいの変化を出すことはできますけどですね、まあダウンタイムが短いということもあるんですけど、それ以上にいいことはお花の元の構造を壊さないっていう利点があります。他のクリニックさんのお花の先を高くする手術というと、まず出てくるのは鼻中隔炎症という手術ですね。すごくいい手術だし、それじゃなきゃ鼻高くできない方もいらっしゃるんですけど、鼻先がまずすごい硬くなるんですよ。あれは皮膚も硬くなるんで、曲がったりですとか感染したりとか、長期経過考えるとすごく安全な手術というわけでもないっていうところが一つ。元の構造を保存しつつ高さを出すっていう点では、これクローズド法っていう自分の組織を入れるっていうすごいいい点なんです。まあ、次回軟骨移植の優れたところは、まあ、ダウンタイムが短いというのもあるし、二つ目は元の構造を壊さない、すごい安全な手術であるっていうことが利点になります。もう一つに詳しいことを知りたい方、ぜひまた聞きに来てください。